ビデオカメラのデータ復旧を行いました。新潟県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、パナソニック HDC-TM35。ビデオカメラが故障し、電源が入らなくなってしまった。メーカー修理を依頼したところ、部品が生産終了したため、修理できなかった。修理は諦めたが、本体に記録した映像データを取り出したいという状況です。データ復旧処理を行い、7時間53分の動画データ 100% の復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。